牛の巨星。皆さんこんにちは、トミックです。こう日本人がよく食べるお肉って牛、豚、鶏、この3種類が多いと思うんだよね。で、みんなどの肉が好き？大体わかるよ、牛肉でしょ。牛肉ってなんかわかんないけどうまいんだよね。ということで今回はね、俺は牛肉を買ってきました。どんな部位だと思う？そうだね、牛のゴールデンボール。今回は牛の睾丸といって、まあ分かりやすく例えると男の人についてるゴールデンボールということで、人間のゴールデンボールはだいたいこれくらいなんだけども、牛ってその体自体が大きいからやっぱゴールデンボールもそこそこ大きいわけなんですよ。俺の両手でようやくこうやって乗るぐらいの大きさ。基本的に牛は大人になる時かな、去勢っていうのを行うんだけども、まあ猫も同じだね、ゴールデンボールを切り取ることをやるんだけども、なんでそれをするのかっていうと、去勢をすることによって肉が美味しくなったりするんで、大体のオスの牛はあのゴールデンボールを取ってるわけなんですよ。ということで今回はこのゴールデンボールを調理するんだけども、初めてなんだよね俺も実はあのゴールデンボールを触るの。とりあえず、ちょっとこいつを切っていきましょう。まずはこの牛のゴールデンボールの皮を切ります。皮ごと切った方がいいのか、とりあえず皮ごと一回切ります。ルトとロゼのラインスタンプ出たよ。すげえ、うおー、何、なんかすげえ弾け飛ぶ感じでなんか飛び出してきた。すごいなこれ。皮はやっぱり取った方がいいね。ほらで、これがそのゴールデンボールのこれね。でも全部の皮切ったら大変なことになるな。ここの管の部分もこれいるのかな、多分血がすごいのかな、やっぱり血がねすげえわ。なんだろう、ここのなんかぷっくり部分、脂肪分とかかな。牛って結構脂肪が多いんで、牛の脂肪かもしれん。うわすげえ、ホルモンとしてはすごい美味しいかもしれん。牛タンみたいな感じで血が多いのがやっぱ難点かな。例えが難しいけども、なんかこう分かる、例えが難しいんすよ。今回はこいつをガーリックバター焼きを作っていきたいと思います。すっげえな俺は。まずはね、この牛のゴールデンボールに胡椒を振りかけます。胡椒をちょっと揉み込んで放置したら、いよいよ牛のゴールデンボールを焼いていく。まずはね、フライパンに火をつけてバターを入れます。一個ずつ焼いていきます。一個ずつじゃねえわ、全部だわ、全部焼いていきます。これ牛肉って考えたらね、ちょっとはそそられるんじゃない。すげえ、なんかキノコみたいになってる。できました。牛のゴールデンボールのガーリックバター焼きでございます。なんだろう、レバーかな、どんな味なんだろう、どんな味だと思う。はい、食えって。いただきます。レバーのような歯ごたえ、あのソテーのテイストがちょっと強すぎてうまいんだけど、また味が分かんないな。レバーとミノが好きだったら絶対好き。これはレバーのあの独特な癖はない。すげえなんか変わった味を期待してたんだけど、全然普通のなんか焼肉のあのホルモンの感じ。最後まで受けてありがとうございました。このビデオには撮っちゃねえよ。どうなんと、チャンネル登録お願いします。次の動画のモチベーションのために評価をください。よろしくお願いします。